こたいがです。皆さんこんにちは。どうも。最近 Google からなんかそういうアドバイスっていうか、まあ、ちょっと YouTuber さんに注意した方がいいっていう一つのことあるなんですけど、聞いたんですか？ハッキングです。そう、最近ものすごく大変ですね。いろんな YouTuber、まあ、例えば結構金持ったりとかはすぐハッキングとかされてお金取られてると、取られるとか結構多いと思うんなんですけど、実は私昔こんなことがありましたんですよ。最悪でした。すげえ最悪でした。いやーん、初めての自分の YouTube チャンネル、イタリア語のチャンネル開けた時に、多分2年とか3年がずっとちゃんとやってて、でもその時はまだ一人だったし、結構もう初めて YouTube 初めてみたいな人だったから、もうアドセンスはちゃんと使ってるか使ってないかよくわからなかったけど、まあ自分の銀行とかのデータを入れて、まあ大丈夫かなって思って、なんか貯金とかって思ってたからあんまり注意してなかったね。でお金をやっと取ろうかなって思ったら、その時はね、まあそんなに大きくなかったんだけど、30万とか40万の近くだったんですけど、3年とか4年ずっとやったらね、だから結構少ない少ないけど、まだ昔の方だから、今みたいの YouTuber 大人気のものはではなかったから、まあまあまあ自分に対してはすごく大きいお金だったから、取りに行こうと思ったらなんかハッキングされました。いやー、3年とかの後に知る、なんか知るのはすっげー大ショックだったし、で私の名前と銀行の最後の4桁のやつが同じだった。だけど国がダニマークだった。あれで、ちゃんと取られてるんですよ。私は間違っちゃった、もしかしてダニマークに入れてしまったかなって思ったんだけど、ちゃんと調べたら、でも毎ヶ月お金取られたんですよ。2年間か3年間ぐらいで。もうやだよもうやだよなんか日本人はね、イタリアが好きな方がすごく多くて、わ、僕もイタリアに行きたいとか、あ、来週に行きますとかというのコメントが増えたなんですけど、イタリアね、イタリアとか、まあ、特にヨーロッパ、外国に注意した方がいいことは知ってる？インターネットだけじゃなくて、もう本当リアルで注意した方がいいということは、ちょっとリストのことをちょっと話したいと思います。まずは電車を乗るはね、みんなさ寝てるんじゃない？あ、いいよいいよ、寝てるんですよね。みんなすげえ静かに寝てる。もう初めて山手線に入った時はすっげえびっくりした。何で寝てる？大丈夫？何があったの？みたいなのと思ってたんですけど、平和、超平和、誰でも物を盗まない、ほんとそうよ。え、すごいって思って、いいねって思ってたんだけど、やっぱりそれはイタリアは無理です。そう、めっちゃ悲しい話なんですけど、電車で例えばこのままに寝てしまったら必ず携帯を取れてしまう。それがイタリア人同士はまだちょっと難しいかもしれないけど、やっぱりイタリアにも、まあ、ちょっとイレガルにいられる外国人がすっごく多いから、ちょっと金がないとか、どこかにまた売ったりとかするの人がすごく多いから、特に安い電車に乗ると必ずそういうことが起きてしまう。で、私は、この前っていうか6年前、もう6年だな、6年前はパリというのをコスプレイベントに行ったら、コスプレ会場、コスプレイヤーとかカメラマンしかないねのステージの近くに、そこに近づいたら急に携帯が盗まれてしまった。はぁ、って思って、すっごくなんか、お、なんかなんだろう、めっちゃアングリーだったね。マジか。で、私のイタリア人の友達と会って、はい、久しぶりって言ったら、元気って言ったら、でさ、今携帯盗まれたんだよ。え、そうだ、私も盗まれた。なんだよ、みんな盗まれてるんだよ。何それ、コスプレイベントと携帯を盗まれみたいの、はぁーって本当考えられない。私はもう日本に慣れすぎてるから、すっごくもう考えられないね、こういうことが。いやー、最悪だから必ず
携帯をちゃんと持ってとか、ちゃんとどこかに閉めてとか、ジャケットのポケット外じゃなくて中に入れるべきです。それは必ず注意してください。あとは寝たら必ず自分のバッグは自分の後ろからとか、まあできれば簡単に開けられないようにバッグを買った方がいいです。開けままは必ずダメです。本当そうやな。あとは最近あったのということはをあった、あのさ、アニメによく多分見られるシーンがギャングスターとかちょっとベビーバッドみたいなものとかはあったと思うんですけど、どこかのアニメでさ、でもそれは外国は実際にあるんですよ。なんかすっごく子供、もう子供ぐらいかな、ティーネージャーまではもうギャングと作って、ナイフとかで歩いたりとかするからすげえ危ない。なんか必ず電車とか遅いバスを乗らないようにしてる。特にローカルバスとかは必ずない。でそれは一番、なんかここに住んでるのは平和ということは、それ帰る時に問題がないっていうか、そういう危ない気持ち、あ、私の命今危ないって思ってないからすごく楽に行ける。まあ、たまに例えばちょっと変な人とかちょっとストーカーの問題もあったんだけど、それで、ね、ギャングスターとかちょっともっともっとイタリアのもっと危ないの人よりか、まあそんなことはなんか危なくないなって、日本は思うから、ちゃんと高いに電車にするか、もうできれば夜の時にタクシーで動いた方がいい。あとはもう一つ、道に普通に歩いてる時に声をかけたらちょっと注意した方がいい。やっぱり誰が何かをあなたに売りたいものがあるとか、まあ、服とかペンとかブラサレットとか、なんかすっげえ悲しいストーリーで言って、あとはお金くださいとかも、実はそれがイタリア人というよりやっぱり外国人のが多いから、日本人から見るとこれイタリア人か外国人かわからないじゃん。だからすぐ観光の人に話が来るんですよね。で大体私はイタリアに帰るときに日本人の友達といるか、まあ、ちょっと見た目は 100% イタリア人に見えないから普通に声をかけられるんだけど、 Wey, I don't know why, yeah, it's a girage, qua de gabisco で、これな感じで話したら道に逃げられるんだけど、それはナポリ語ナポリ語、大阪弁と一緒で話したらちょっとククンって逃げるんだけど、やっぱりなんか話はね、声をかけてほしいなとか友達を作りたいなって思っても、やっぱり観光スポットに行ったらちょっとやっぱりお金くださいとか、あ、荷物をちょっと手伝いあげますかって言って、あ、嬉しいな、でもその後はお金みたい、あ、今あなたを助けたから今お金くださいとかすごく多いから、それはね、本当心の中でスペインをすごく なくしてほしいんですよね。昔は そうじゃなかったんだけど、やっぱりヨーロッパのエコノミーとかお金がだんだんに落ちてしまったと思うから、結構そういう小道具の事件がすごく増えて、で警察がやっぱり動けられないとか、まあよくわかんない、何もできないということなので、まあちゃんと自分の金を隠したり、携帯をちゃんと持ったり、カバンはちゃんと見たりとかをした方がいいと思います。ということで、外国に行きたいの人は全然いいんだけど、ちょっと覚えなくちゃうことは、自分で自分を守る、なんか助けてくれる人がいないかもしれない、で行っても騙されるかもしれないから、もう自分で考えて自分で行動するのが本当一番ベストだと思います。外国に行きたい方はちゃんとインターネットで調べて、バッグとかジャケットとかを、準備した方がいいと思います。まあ、できればね、どこかで全部日本みたいになるようにってすごく祈りしてますけど、それができたら本当幸せだなって。はい、ということでこれは以上です。何か経験したことあるとか、あ、これも注意した方がいいとかの方がいらっしゃれば、ぜひコメントしてください。あとはいいねと登録してとシェアしてください。ありがとうございました。グラッツィエ、チャオ。